はい、こんにちは、パッソの小野です。僕は今、鳩間島に来ています。ここは港の中なんです。さらに今日はお天気も曇り空だけど、海の色はこんなに綺麗です。さて、今日は5月の海の様子をまとめてみました。5月といえばゴールデンウィーク。今年もお久しぶりの方、初めましての方、たくさんの方にお越しいただき本当にありがとうございました。そして5月21日に沖縄地方は梅雨入りしました。例年より11日遅いそうですが、ここ数年で一番雨の日が多い、しかもかなり激しい雷雨がある梅雨となりました。多少の雨では透明度に影響しないんですけれども、あまりに激しい雨が2日ほど続くと、さすがに陸から濁りが来て透明度が悪い日が数日ありました。ただポイントを選べば大丈夫ですし、翌日にはいつも通りの透明度に戻っているので、本当に自然の力ってすごいなぁと思わされます。そんな5月の海の様子、ぜひ最後までご覧ください。
かがでしたか？雨の日は肌寒いのでまだウェットスーツを着る日もありましたが、水温は26度を超え、天気が良ければウェットスーツなしでも十分泳げる季節になりました。今年は予約が早いのか、6月20日頃から7月下旬までほぼ予約で満員となっております。まだ少し若干秋もありますので、ぜひぜひ早めにお問い合わせください。もちろん他のツアーも早めのご予約をお勧めしますけれども、特に夕飯どころは必ず予約してくださいね。八重山では夕食難民という言葉があるぐらい、予約しないとどこも入れなくなりますのでご注意ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。本日も最後までご視聴ありがとうございました。